ヒカキンさんの動画で使われているこのテロップデザインの作り方をご紹介していきます。レッツゴー。それでは作っていきましょう。参考の写真のこの来ましたというね、この文字そのまんまにしましょう。来ました。で、伸ばし棒、伸ばし棒で、よいしょ、びっくりマーク。で、これを中央の水平、垂直中央にした上で下に持ってきます。で、選択ツールに変えた上でプレビュー画面上でちょっと大きさ調整。このヒカキンさんの来ましたでかいな。まあ、このサイズ感でいってみますか一旦。はい、来ましたってね、まあ、こんぐらい、このぐらいかな。はい。で、フォントは来ました、これ AOTF ってやつですね。はい、こちらテキスト AOTF 信号プロ N で、太さが B、 一旦 B でいきましょう。はい。そしたら次、テロップのこの中身、赤いストライプどうやってやるのか、まあ、こういったストライプ画像を一旦作る必要があります。で、カラーマットというものを2つ使いますので、まずは僕と同じように作ってください。ファイルから新規でカラーマット、はい、で OK を押して、まあ一旦これ黒になってるんですが OK でいいでしょう。で、一旦1とします。で、1が追加されました。で、もう1個は複製でいいや。この1を右クリックして複製で、名前を1を2に変えておきましょう。で、この2つのカラーマットをタイムライン上に持っていきます。はい。で、ここで2つ重ねてください。で、1と2ってありますが、それぞれ色を変えていきましょう。で、僕は参考画像がこれなので表示させて、このカラーマット2の方をダブルクリックするとこういったカラーピッカー出てきます。こちらで明るい方ですね、これ明るい赤の方を選択をします。はい。で、 OK で、下の1の方のクリップダブルクリック、こちらもカラーピッカー出てきます。で、暗い色の赤ですね、こっちはを選択します。そうするともうこのカラーマットはただの背景なので、はい、このように明るい背景、明るい赤の背景とちょっと暗い赤の背景2つ出来上がった状態で、この2つ目の2に対してエフェクトのブラインドっていうものを適用させます。そうするとエフェクトコントロールで数値ブラインド調整することができます。先ほど僕はこちら変換終了50、まあ、この数値の通りですね、作りましたので、皆さんはこの数値参考にご自身で入力してみてください。僕はちょっとコピーペーストします。このブラインドに対してコマンド V でペーストします。で、今2つできちゃったから1個は消して、こんな感じですね。簡単に説明をすると、変換終了はこれ幅です。はい、幅これ 50% にします。で、方向はもちろんその名の通り方向45にしてます。で、幅もその名の通りこの幅です。この幅どれぐらいに、まあどれぐらいの線入れるみたいな感じで考えたら分かりやすいですね。はい、まあ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 別にこれ細かくてもいいんですけどね。大きすぎは NG、このぐらいにしとこうか。今回一旦40ぐらいにしようかな。まあまあ誤差ですよ。で、ぼかしも5。はい、まあこれもお好みでいいんですが、僕は5にします。これでできたら、この参考画像一回消してこんな状態になりますね。いいですか。ここでこちらフレームを書き出し、このアイコンがない方はプラスボタンのメニューボタンからカメラマークをドラッグ&ドロップしてください。このボタンエディターのところに、あ、プレビュー画面の下にね。そうするとフレーム書き出して出てきます。で、あとはフレーム、このプレビュー画面の映像を書き出されるので、これは赤ストライプ動画用で書き出しをすると OK。 特に何も変化は起きませんが、一旦ねテキストの方に戻ります。はい、来ました、これじゃない、こっちね。はい、来ましたとありますが、ここでエッセンシャルグラフィック、一回エフェクト消そうか。エッセンシャルグラフィックスの
右下に新規レイヤーがあります。ここを押してファイルからっていうものを選択します。で先ほど赤ストライプ動画用というものを作りました。これ読み込みます。でテキストの下に置きます。次にテキストをクリックをした上でアピアランスの一番下のテキストでマスク、さらにマスクのみ塗りつぶしを選択をします。そうするとこのようになりました。で今まだねちょっと不格好ですが、一旦境界線作りましょうか。はい、参考画像の境界線はこんな感じですね。白の境界線がだいたい10ぐらいかな。で文字の縁が今少し角張ってるのでこれ丸くさせてあげます。来ました、あのテキストレイヤーのアピアランスの右のこの工具マークで線の結合をラウンド結合で OK すれば縁が丸くなりました。ここからシャドウは最後つけましょう。でこの中身のストライプの具合がまだ少ないですよね。これ調整します。赤ストライプを選択した上で選択ツール、はい、左で選択するか V で選択ツール選んで、よいしょ、こちら画像の領域こうやって変更することができます。ここでこのようにどれぐらいストライプを表示させるのか、例えばこの木のとこに 1,2,3,4,5,6 個ストライプがあるから 1,2,3,4,5,6 個、あ今6個ぐらいですね、まあ、これで OK です。じゃあ、はい、ストライプ6個ぐらいになるようにできましたということで、もしかしたらねもうちょいぼかしはあるかもしれませんが、まあまあいいでしょう。で次シャドウです。少しドロップシャドウが加わってるので来ましたを選択してシャドウをチェック入れて、あとは白い背景を分かりやすく入れてあげると、あこれデフォルトのままですね。アピアランスシャドウ75135 70 40とだいたいいいでしょうこれで。はい、そしたら完成です。できちゃいました。ということでこんな感じで作ることができたら、最後はそういつも通りこの来ました、まあ、もしくはサンプルテキスト、ああこうなっちゃうのか。ですね、文字数によってこのようにはみ出てしまうことがあるので、ここは画像の大きさを調整してあげなきゃいけないんですが、これ僕と同じようなことになる人多そうですね。このように基本的に画面の中に収まるようにしてあげましょうか。はい、そしたらストライプの数が減りますね。ってことはさっきの画面のところでストライプを増やしてあげる必要があるということになります。なので、はい、すいませんね行ったり来たりで申し訳ありませんが、ここの幅50にしていましたが、25とかにして半分にしましょうか。25ちょっとあれかな、一旦25にしよっか。でこれまた書き出しをします。赤ストライプ25でもう一度赤ストライプ、これを消した上で消去します。でファイルからでまた選択をしましょう。25、はい、そしてサンプルテキストの下に置きます。そうすると、先ほど来ました来ました。でここの下 1,2,3,4,5、 まあ5個ぐらいになってますが、まあこれでいいでしょう。 OK です。そしたらねここもう今この状態どういう状態かというと、この赤ストライプが画面全体を覆っているから、この動画内であれば例えばね、サンプル先ほどはこうやってねサンプルテキスト入れたら、あの画像をはみ出して画像を小さくしていたからね、あの途中白い箇所が生まれてしまいましたが、今赤ストライプは画面内全体にかぶっている状態、反映されている状態なので、こちらテキスト増やしても
切れることなく赤ストライプの、テロップデザインを使うことができるということですね。はい、あとはこれを右クリックしてモーショングラフィックステンプレート書き出しをすると、ヒカキン赤ストライプ OK と。ただでかすぎるかな。まあこれはこれでいいでしょう。目立たせる時用のテロップってことで来ましたみたいなね、少し大きめなテロップデザインということでこの大きさでいきたいと思います。で OK を押したら、書き出しがされるので、書き出し後は画面に変化はありませんが、エッセンシャルグラフィックスの参照で検索窓でこちらに名前の通り検索をすると、ヒカキンと入力をすると、検索をするとこのテロップデザインがヒットするようになります。少しね時間はかかっておりますが、この後またお見せします。終わりましたね。で参照でヒカキンと検索をすると、検索中と出てきます。出てくるので、これを選択してタイムラインにドラッグアンドドロップをしたら、このように使うことができる。すぐに使うことができるんです。便利ですね。ということで今回ヒカキンさんの動画で使われている赤ストライプのテロップデザインの作り方ご紹介でした。中地のクリエイティブ大学いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したテロップデザインは僕がモーショングラフィックステンプレート化をしたので、皆さんは僕の概要欄に飛んでそのリンク、ダウンロードできるリンクがあります。そこからダウンロードをして、そのモーショングラフィックステンプレートをプレミアプロに読み込みをすれば、僕が作ったものすぐに使えます。また皆さんの好み次第でいろいろ変えてもいいと思います。今回ご紹介したやり方を参考にして少し色を変えてみたりとかね、フォントを変えたりとか、ご自身なりにカスタマイズをしてみてください。そしてそれをテンプレート化するときは、クリップを右クリックしてモーショングラフィックステンプレートに書き出し、そうすれば自分のテンプレート、自分で作ったテロップデザインをテンプレート化することができるので、そういうふうに制作の効率化をしていきながらどんどん作っていきましょうということで、今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。